卵と絡めたご飯をパラパラになるまでとにかく炒めに炒めていきます。そのご飯の上にピリリとスパイシーなドライカレーをたっぷりと。創業54年、米子市にある鶏料理専門店三宝の名物メニュー、ドライカレーです。三宝さんといえばこのドライカレー、早速いただきます。うん、最初は少しピリッとするんですけれども、その後野菜の旨みがじわーっと出てきて、このパラパラのご飯と絡まって最高ですね。しかしこの人気店でもコロナの影響で売り上げは激減。起爆剤になればと去年10月、ドライカレーのオンライン販売を始めました。すると、あることがきっかけで全国から注文が舞い込み始めたといいます。横田誠也さんという、メジャーのドラマーの方なんですけども、ツイートしていただいて、でファンの方にも知れたっていうので注文いただいてます。ブラックボトムブラスバンドに所属する米子市出身のドラマー横田誠也さん、ゆずなど多くのアーティストのドラムを担当してきました。あの味、そしてあの店の雰囲気、そしてあの店長さんのあの雰囲気、すべてが好きなので、僕にとって全国で一番好きなお店です。三宝の大ファンという横田さん、高校時代ある人物とよく来ていたといいます。吹奏楽部で一緒だったんですけれども、吹奏楽の演奏会の後に行ったりだとか、普通に一緒に食べに行ったりもしていて。横田さんが高校時代に一緒に来店していたというお相手は、オフィシャルヒゲダンディズムのボーカル、藤原聡さん。二人は高校の同級生で、同じ吹奏楽部に所属していました。今もよく会うんですけれども、あの、三宝さんの、味、もう一回食べたいねっていうことを話したりはしてますね。横田さんは以前のテレポートの取材でも大の三宝好きをアピール。米子に帰省するたび必ず三宝に顔を出していたと言いますが、前ほど自由にはやっぱりね、こう行き来ができないっていうのがあるんで、あのどうしても減りますよね。コロナ禍で宴会なども減り、客足が激減。厳しい状況の打開策、それがオンライン販売でした。県外におられる息子さんとかご家族にドライカレーを送ってやりたいんだけど、何かいい方法ないっていうことを聞かれましたんで、たまたまあの家族の方から、オンラインでやろうよっていうのが、娘とかあの姪とかっていうのが、仕掛けてくれたんで。横田さんの SNS 効果もあり、県外からも注文が入ります。そして地元からは一度に180人前の注文が入ることも。コロナ禍でも名物のドライカレーが全国のファンの舌をうならせます。